見て見て、シロちゃん、あっちに屋台が出てるよ。ほんとだ、すごくにぎわってる。くー、テンション上がってきた。これは回るしかないっしょ。リンゴ飴にクレープにお好み焼き、いろいろな屋台が出ているわね。それにしても本当に人が多いね。みんなはぐれないように私の後についてきて。うん、スマホもつながらないし、迷子になったら大変なことになっちゃう。あそこのたこ焼き屋さん、激辛たこ焼きって書いてある。すごい、あんな真っ赤なたこ焼き見たことないよ。広町的にあれは絶対に外せないよ。ちょっと行ってくるね。あ、ななみちゃん待って。しろしろ、あそこの焼きそば屋さんやばくね。マジいい匂いなんだけど。これは行くしかないっしょ。しろ早く。とうこちゃん、引っ張らないで。とうこちゃんとましろちゃんまで。たばさん、あっちに座れるスペースがあるみたいだから休んでいるわね。用が済んだら声をかけに来て。もうみんな勝手なんだから。ねえねえ、参拝が終わったらどっか行かね。賛成。どこ行く、どこ行く。ちょっと待って、近くにいいお店がないか調べてみるよ。盛り上がっているところ悪いけど、私は遠慮しておくわ。何か用事あるの？午後から気になるフレーズを練習しようと思っているのよ。はあ、今日ぐらいいいじゃん。お正月だからといって改善すべきものをそのままにしておいていいわけではないわ。ルイルイも行こうよ。あ、ここなんてどう？この和菓子屋さん、お正月限定の白玉ぜんざいがあるんだって。お、いつもより白玉とあんこがマシマシって書いてあるね。ルイさん、午後までまだ時間あるし、どうかな。てか問答無用で連れてく。ルイ、覚悟しろよ。ここで断り続けるよりあなたたちに同行した方が効率が良さそうね。その代わり長居はしないから、そのつもりで。それじゃあこの和菓子屋さんで決定ね。早く参拝しちゃお。